ジョージ・マシュー・カールは、アメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手、引退後はコーチとなる。ペンシルベニア州、ペンヒルズ生まれ。プロ歴1973から1978年。身長188センチ。ポジションはガード。NBA ヘッドコーチとして有名な人物。シアトル・スーパーソニックス、ミルウォーキーバックス、デンバー・ナンゲッツ。 サクラメント・キングスなどのヘッドコーチを歴任した。ノースカロライナ大学出身。1973年にサンアントニオ・スパーズと契約。スパーズは当時 ABA に所属していた。1973年から1976年までを ABA で、その後1978年までを NBA で控えのポイントガードとしてプレイし、264試合に 出場し、平均6.5得点、3アシストの成績を残している。カールは、NBA 時代のスパーズのアシスタントコーチとなる。2年後に、CBA のモンタナゴールデンナゲッツのヘッドコーチとなる。カールは2回、最優秀、CBA コーチを獲得した。1983年に、クリーブランドキャバリアーズのフロント入り、1984年に、正式に、 ヘッドコーチとなる。67試合再配を振って解任。その後、ゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチを務めるも2年目で辞任。この時代、コーチとして結果を残せなかった。再び CBA のオールバニパトルーンズで4年間コーチに就任。カールは1991から1998年からのシアトルスーパーソニックスのヘッドコーチとして NBA に 戻る。1991から92年のシーズン途中の20勝20敗から、就任して47勝35敗の成績で、プレーオフに出場する。ゲイリー・ペイトンとショーン・ケンプを中心に1992から1998までの6年間は55勝、以上し、1994年にはウェスタンカンファレンス第一シードであったもののプレーオフ1回戦で、 第8シードのデンバーナゲッツに敗れた。NBA プレイオフで第1シードが第8シードに敗れたのはこれが初めてであった。その後1996年には NBA ファイナルまで進んだが2勝4敗でシカゴブルズに敗れた。このファイナルでは第3戦まで守備のスペシャリストのネートマクミランを書いた。1998年にヘッドコーチとして ミルウォーキーバックスへ移った。レイアレン、グレンド・ビンソン、サムキャセールらをうまく起用し、2001年には52勝30敗。2003年のシーズン後に解任された。2005年の1月27日に、臨時のヘッドコーチのマイケル・クーパーと交代して、デンバー・ナゲッツのヘッドコーチになった。2004から05シーズンの後半に、ナゲッツは32勝8敗を記録した。 2005年7月、前立腺がんにかかっていることを明らかにしたがこれを克服。2006年12月28日に、ナゲッツが112から98でスーパーソニックスを破った時にカールはコーチとして800勝を記録した。2009から10シーズン、4度目となるオールスターゲームのコーチを務めたが、その後、後頭がんの治療のためチームを離れた。2010から11シーズン、 チームに復帰し、2010年12月10日に史上7人目の通算戦勝を達成した。その後2012から13シーズンの最優秀ヘッドコーチ賞を受賞しながらもプレーオフ1回戦敗退の責任を取らされ、解任された。2014から15シーズン途中にサクラメントキングスのヘッドコーチに就任。 2016年1月2日のフェニックス・サンズ戦に142から114で勝利し、NBA ヘッドコーチ歴代5位体となる通算1155勝目の勝利を挙げた。しかし、ここ10年にも及ぶキングスの低迷に歯止めをかけることはできず、2015から16シーズン終了後の4月14日に解任された。息子のコビー・カールはボイシ州立大学を卒業後、 ロサンゼルスレーカーズの控えガードを務めた後、数チームでプレーした。彼もまた工場洗顔にかかったがこれを克服している。ありがとうございます。